監督が求めるものをしっかりできているんだというふうに話をしていました。まあ、一方のセレッソの方は先ほど話がありましたが、さあ前半スタート、まずはセレッソが前線に送っていきます。ダンクレーからこのボールは跳ね返した鹿島。長戸が打つ、ナイスキーパー、ゴールデン、これはゴールラインは、いやこのシュートも見事ですけどね、まあ、壁を越えてくるっていうのが分かってたようにね、少し読んでましたけどね、キム・ジンヒョンね、そのことによって竹中に持ち込んで、原川ワンタッチ、香川と右サイドから松田陸、速いボールだ、ゴール前を振っていきましたが中いませんでした。香川とが触れればというシーンでした。ここのつなげの原川のこのプレーがね、やっぱり変化を生みましたね。少し右足のアウトサイドで田川とに出して、で田川ともうまくですねサイド使ってサイドから入ってくるボールに対して準備をしてましたからね、まあ、可能性感じるような、まあ、松田の、ね、シュート性のクロスだったと思いますね。そうですね、鹿島キプカ展開、サイドから長戸、速いボール、グラウンダー詰めましたが白崎キーパーを抑えています。今のシーンですね、こうファーストタッチがいいところに置けて、しっかり中見てですね速いクロスを選択しましたね。あのぐらい顔が上がっていたら中の選手もアクションは起こしやすいですからね。白崎もねしっかりディフェンスの前にポジション取ってましたけど、ダンクで成功、前から追う松村、おーっとパスがずれた、さあチャンスは鹿島だ、土井に入った、土井ディフェンスかわしてラストパス、さあチャンスだ、切り返してシュート、決めた鹿島先制、決めたのは荒木、相手のミスを逃しませんでした。72分均衡を破ったのはホームの鹿島です。よってシュートチャンスなくなったかなと思いましたけど、このパスがですね自陣に向かっての鹿島に対してのパスになってしまいましたからね、左で打つかなと思いましたけど、シュートコースをうまく作って素早く左足に振り向きましたね、強いシュートではなかったですけどコースを狙ったシュートですね、切り返したんで後ろから来て松田が来たんで、もう少し時間をかけてしまったら松田にねちょっとシュートブロックに合うようなシーンでしたけど、かわしてシュートコース打ってからの振りが早かった、強烈な身体力を見せましたね、そしてタイムアップ1対0鹿島勝ちました。サッカーを愛するすべての皆様へ、 J リーグはお客様にスタジアムで安心安全にご覧いただくために新型コロナウイルス感染症予防対策を徹底しております。これからも皆様にスタジアムで全力のプレーを、熱気を、臨場感を、一体感を感じていただくために J リーグは対策を徹底します。スタジアムでお待ちしています。